リハルト・ビル・ヘルム・ハイン・リッヒ・アベグは、ドイツの科学者で、原子化理論の開拓者である。プロイゼン王国団地出身。元素の最大の正参加数は N を取り、最小の負の参加数はタイの値を取るということを提案した。これは、アベックの規則と呼ばれるようになった。ガス気球愛好家でもあり、これが、シュレジエンでの衝突事故によって41歳で死ぬ、原因となった。 ポンメルンのケスリーンで死去。ABC、ホイバーグ、デール H、エド、アベック、リチャード・ビルヘルム・ハインリヒ。エンサイクロペディア・ブリタニカ、I、A、AK ベイズ、シカゴ、イル、エンサイクロペディア・ブリタニカ・インク、P24、ISBN 978から1から593398378。ディバス、アレンジー、エド、ワールド・フーズ・フーイン・サイエンス、ハンニバル、 MO ウエスタンパブリッシングカンパニー P3 ISBN 0837910013資料によってはアベックと表記ありがとうございます